い、皆さんこんにちは。こんにちは。エヴァを貸して今日かっこいい気分となんちゃって哲学者山本中彦さんとともにお送りしてまいります。トレミニス座談会、今日はですね、はい、人の章ということで、はい、いい人の条件、いい、かっこいいですよ、いい人の条件、いい人の条件、人間の条件って長いのがありましたね、昔ね、見ましたよあれ意味が分かんないですね、私には同じ長い映画でもインドの映画の方が楽しいですよね、ずっと撮ってるやつ、そうそうそう、あれなんでインド映画が長いか知ってます？そう、よかった、知ってることが、インドって暑いじゃないですか、映画館って、あ、涼しいんだ、そう、だから長くやらないと怒られるんですって、なるほど、だから短い映画作ると観客が入らない、インドでショートフィルムは撮れないんだ、そうですね、今日はいい人の条件でございますが、はい、山本隆さん、いい人というのは2つあるんですよ、はいはい、自分にとって都合のいい人と、自分にとってどうでもいい人、この2つしかないんですけど、そうです、ね、うん、あのよくね、はい、私の知ってる方でね、マチコンとか出てカップルになる確率が極めて高いんですよ、あまり喋らないです、いるだけだから、初デートだよって1回食事をすると、次の瞬間からいい友達が1人増えて、でいい友達から二度と連絡がない、これはどうでもいい人ですよね。そういうことですね。ね、私は会った初対面で嫌な感じだと言われますけど、ね、そういう人はいい人してるんですよ。そうですか。分かんないけど。ああ。やっぱ人に迷惑かけてませんからね。私以外にはね。そうそうそう、いいんですよ。山上中彦さんに迷惑かけても人ですから理解ができるわけですよ。はい、人じゃない人に迷惑かけたらすごいですよ。ああ、そうですね、トカゲとかね、トカゲとかひどいですよ、だって、はい、ある国の P さんは迷惑かけられたと思ってるんでしょうね、そうですね、被害妄想の塊ですからね、で世界から孤立していっちゃうんでしょ、でもあの人もやっぱり目線外れたんでしょうね、でしょうね、もっときっと短時間でスカッといっちゃうと思ったんじゃないですかね、で、ウクライナのその抵抗すごいですよね、すごいですね、うん、あの見るとあのコメディアンも大統領っぽいですね、なかなかね、なんかね、どっかの国の大統領マジな感じですよね、あ、大統領と名のつく人がいっぱいいるけど、聞くと見るとアメリカの撮影を断って、うん、もうすいませんと、うん、共にやりますって素晴らしいですね、うん、なんかその気持ちよくわかりますよね、パーではなきゃいけない、リーダーなんでしょうね、やっぱりってことはあの人は人なんですから、かもしれない、迷惑をかけてはいけないんですよ、トカゲとか猿とかネズミには、あ、そういうことですね、そういうことですよ、山部中彦さんに私が迷惑かけてるうちは人なんで理解してもらえるんですよ、ね、いい人になってはいけないよという今日は同じなんですが、あの、うん、前回も山部中彦さんおっしゃってましたけど、自分の直感力を信じるって大事なんですね、これは人の場合ですよね、で困ってる人が弱いものに共感する力、これ大事ですよね、共感力なんですよ、一番 大事なの、うん、これね、うん、男女の脳の働きで、うん、一番違うのがこれらしいですよ、実は基本的に脳の力としては男女の性差はないんですよ、なるほど、ただ共感力が違う、女性が一番欲しがるのは共感力、ああ、で男性が一番得意なのは解決力、困ったことがあって女性がこここうなのこうなのって愚痴をこぼしている時に男性はすぐそれ聞いて、じゃあどうすればいいじゃんすぐ言っちゃう、それは NG なんです、そうだよね、それ辛いよねって言ってあげればいい、話を聞いといて全く違うことを喋り出す男と、その話の内容をよく聞いてもらいたい女性との違いなんですね。最後に3番目が愛し愛される力、これはそうですよね、愛が間違ってますからね、愛情はいけないですね、情に流されるんで愛情はダメ、愛ですよ、でも山田学さんは愛をいらない、信じないというような、愛を信じたことはない、そう名言ですよ、権利は愛をばらまいてますみたいな、そんなことで、今日はいい人の条件しようということで、いい人の条件は何か、自分の直感力を信じる力、困っている人や弱者に共感する力、この共感力大事ですよね、そして愛し愛される力を持ちましょうということでございます。皆さんいかがでしたでしょうか。そろそろお別れでございます。ありがとうございました。さよなら。おい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 。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。アッパーズのあさちゃんでした。なほでした。またねー。